ブルボン。三共株式会社、トヨタ自動車の提供でお送りします。よろしくお願いしますね。おお、あ、今ね、ちょっと前の会を片付けとく。あらま、ご繁盛で。どうも、お待ち。あら、あ、ごめんなさい。いや、私、前の会がまだ片付けなかった。え、あらら、金さん、銀さんですか。あらまあ、お久しぶりで。まあ、本当に私は初めてだと思いましたけど、あ、お久しぶりですね。本当にありがとうございます。お元気で。ありがとうございます。新しいものがお好きですってね。何でも、パソコンっていうのご存知ですか。パソコン。あ、そうですかね。え、やっぱり大したもんだわね。私はもうね、前からパソコンやってる方は偉いなと思う。パソコンやりになりますか。そうですか。はいはい、はい、元気というかすごいな、あやかりたいね。大変じゃない、大変。金さん、銀さん。あ、パソコン通信のシャコンヌっていうグループの副会長、この会長ですか。ああ、そうそう。で、2階あんたたちも貸し切るよ。あ、そうそう、どうもありがとうございます。僕なんか最初ですか。いや、主催者の人はもう見えてる。ちょっと。あ、そうですか。あ、じゃあ、失礼します。どうぞ。マダム来てんじゃないか。マダム、どんな人だろう。鈴木さん、どうしてここに。あんたこそ。あ、ひょっとしてマダム。そうよ。うっそ、マジ。 えマジで。うわ、こりゃ想像。そんなジロジロ見ないでよ。だって私パソコン歴古いのよ。パソコンで食べてるって言ってもいいくらいなの。パソコンでね、株やってんの。ますます意外だわ。だってさ、人は見かけによらないって昔から言うじゃないの。あ、ということは石田君はあれ、真実一郎さん。違いますよ。僕はそんな簡単にこうバーってパソコン打てないですもん。あ、そうだ、あんたパソコン当たったっつったわね。そう。あ、じゃあ新入りの愛の狩人君。ねえ、まあそうですね。顔と全然合ってないハンドルネーム。どうもありがとう。ということはマリアさんも俺たちの近くにいる人間っていう、うん、でもまだオフ会でも会ったこと。あ、君ほら、あ、思い出した、パソコンショップの。はい、うん、あんたハンドルネームは。あ、桜吹雪です。桜吹雪。へえ。でもシャコンのチャットには来たことないわね。あ、これからちょっと仲間に入れてもらおうかな思いまして。歓迎よ。ああ、マリアさんってどんな人なんだろうな。あ、じゃあマリアさんの席ってどこなんですか。私の隣。あ、ここ。あ、マリアさんね。あ、それとりあえず仕入りが今日入るはずなんで。これはもう間違いなく別品さんですからね、これ。え、青い鳥っていう。はい、いらっしゃい。何だ、坊や。どうした。シャコンヌの深いここですよね。それなら結構。失礼します。あら、坊や、店間違えてんじゃないの。野々村純平です。親父です。は、真実一郎さん。いや、俺違う、愛の狩人だ。よろしく。よろしく。アリさん。いや、桜吹雪です。よろしく。よろしく。マダムですよね。ええ。お目にかかれて光栄です。あ、いや、あ、まあ、こちらこそ。固まされた。まさか小学生とはな。これは私は嘘を書き込んだことはいつでもありませんよ。ハンドルネームから勝手に中年想像されたんじゃないんですか。あ、失礼しました。ボスワムシュ、これ博多の明太子バッテン、後でみんなに出してくれね。これ北海道のイクラです。後で出してください。アリさん、シェフさん。おお、どうも。やっぱよかエリートサラリーマンかいね。
フランス料理の。浮いた浮いた。俺も。ああ、うまっか。おいさん、一杯どこへ行かん。おい、ジュースマン持ってきてくれ。はーい。シェフさん。何ね。フォアレとグリエとソテーの違いを教えてもらえますか。ジュースは遅かねえ。どうも。どうも。アリさん、証券会社ですよね。ええ。お名刺いただけます？私株やってるもんですからお力になっていただければと。ああ、ちょうど今切らしてまして、また後日ご連絡します。それじゃ私の電話番号ちょっと紙ない。今すぐ書きますから。はいはい。早くはいはい。ここです。ジュースがお願いします。すいません。どう言ってっちゃったの？何よ、もう。いつものおばあちゃん。え？いつもの鈴木さんと全然違うんだ。違わないわよ。タイプなんだ。うるさいわね、もう。いや、50年ぐらい若、いや、100年近く若かった。一体私は今いくつなのよ。飲み物もらってきたわ。よ、えらい人が来たで。あんな飲む会ってのはすごいんだね。あ、ちょっ、はい。こんばんは。まあ、まあ、ようこそ。ちゃんと飲みまして。どうも、どうも、お久しぶりです。どうぞ、どうぞ。それでは皆さん、まずは乾杯。乾杯。どうも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 。おいしい。皆さん、こちらのハンドルネーム、ご存知？ムーミンとか。お、当たり。当たり。何かね。マーク。何かね。メガネ。メガネ当たりです。当たり。さあ、それでこちらへ参りましょう。はい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 。ぴったし。まあね、なかった。はい、それだけ手叩いちゃダメ。マークマーク。はい、これはい、あの野球のボール。お、ぴったし。よろしくお願いいたします。いやーねー、この頃は本当パソコンの時代だね。もうね、よくご存知ですね。いやいやね、本当本当にあのパソコンの画面でね、人と人の触れ合いがどんどん広がっていく、はい、すごい社会になってきましたね。私の党も真っ先にあのインターネット始めたんですけど、ああ政治も、パソコンの力で変えてくださいね。だからね、いっぱい野球ですか。いや、なんも気をつけて。まあ野球のね、野球の社会も結構パソコン使ってやってるみたいだけどね。そうみたいですね。なかなかね。おやおや。ああ、いやいや、どうもありがとうございます。どうもどうも。いやどうもどうも、いただきます。じゃあ、マダムも失礼いたします。はい、ありがとう。お時間でございます。え？え、もう。あら。もうでした。いっぱい買うんですか。一本どげかね。今日は解散ですかね。マリアさん、おっと、マリアさんに会うまでは帰れんばい。来ないもん、しょうがないじゃないですか。マリアさんの結婚はだないでしょ。どうすんですか。もう本当やらない。マリアさんはアイドルじゃけん。アイドルは結婚したらいけん。彼女の人生ですよ。本当に何枚金脈というガキだろ。もう嘘つき、ラーメン屋のくせに。ラーメン屋のどこが悪かか。俺は誇りば持って仕事がしとる。だったらフランス料理のシェフのふりをすることないでしょ。うまか者に国境はなか。シェフさんの気持ちよくわかりますよ。
ハンドルネームは変身願望の表れじゃないですか。悪意があったわけじゃなく、ネットプラネッツでは別の人間になりたい。じゃあ親父っていうのはチビが大人になりたい深層心理っていう。愛の軽いではナンパしてるだけ。うるさいんだよお前、うるさいっつうんだ。うるさかうるさか、もうマリアさんも青い鳥も今夜中か。安田さん、安田さんのアリっていうのは、ひたすら働き続けるアリ。威勢のいいことを書き込みましたけど、本当は今失業中なんです。皆さんご存知ですよね。チャットでいつもマリアさんが話してるでしょ。彼女の過去、両親を亡くしてから生きるためにいろんな仕事をしたこと、ヌードモデルをしたり、コンビニで働いていた時に強盗に遭った話とか、いろいろ苦労してますよね。でも彼女は明るかった。その明るさに僕は励まされてきました。そういえば恋愛の話は彼女は一度もしなかったな。いや、中学時代の初恋の話、相手が死んじゃったっていう。でも高校卒業して東京へ出てきてからの話は全く。そうたいそうたい。マリアが結婚に迷う理由を聞きたかった。ひょっとしたら他に好きな人がいるんじゃないのかな。根拠はあるんですか。実はマリアと同じ日に僕の恋人が、いや恋人だった人が結婚しようとしています。偶然ですか。彼女がマリアじゃないかと思ってます。彼女がここに来ないのもそれは自分に都合よ。考えついてるわい都合なんかよくないですよ。結婚イコール幸せでしょうか。お前って本当生意気な。ゆうちゃりゆうちゃりゆうちゃり、僕以外の男と結婚することが幸せならそれでいい。アリさんいいんですか。当たり前じゃねえかお前は。マリアさんにも幸せになってほしか。幸せって何でしょう。マリアさんが幸せと感じたら、そいが幸せっていうもんじゃなかですかい。もうそろそろ時間なんですけど。もうちょっとマチャリな、この通りですけね、ね。鈴木さん、どうしたんですか。ごめんなさい、なんでもないの。本当本当になんでもないのよ。ごめんなさい。ねえ、またオフ会やりましょう。ようこそ愛の狩人さん、新しいメールが届いてます。謝らなくてもいい、うん、ああ会おうね会おうね、もう楽しい、うん、どうだ。ランダー、街を挑発する。ミリッタースポーツツインカムニューカルディナ、2つの個性で登場。これからのワンボックスのためにトヨタがしたこと、例えば自由に移動できる室内グランビア。辛い鼻水、切ない鼻づまり、花粉症などの鼻のトラブルにはシンドゥル点鼻薬が、シンドゥル点鼻薬、はあ、効きます。旅にパンラクミン、出ない。旅にパンラクミン、出ちゃう。旅先の便秘難便にもお腹の薬パンラクミン、調子いい。ブルボンデザート王国、二つの美味しさは冷やして食べます。クリームとカマンベール、うま。シャリシャリで食べます。クリームと梅、うま。どっ
ちらもデザートはブルボン。こんにゃく一番もよろしく。いい結婚式でしたね。うん、よく食べるわね。俺何も食えなかったから。今夜からあの子の分まで食べてもいいのよ。もうそれ言わないでくれる。春夏秋冬味好み。店開けとうとか。休むわけにはいかんもん。そうやね。どげんね。どげんって何ね。医者に見てもらったんじゃなかね。ああどうもなかった。そぎゃん早く結果出るとね。え、あの、ま、とりあえずはって、うん、ちょっと着替えてくるけ。35,000円。浮気してきたわけじゃなかとに、なーしてハラハラドキドキせんといけんのやん。うん、なんか変ばい。はあ、あれ、おい、ケガ、ケガ、おい、パソコンどげんしたとか。捨てた。ナンバースとかいくらするか知っとっとかよ。おい、うちには1円の価値もなかもんね。出てけ。出ていかんもんね。じゃ離婚じゃ。慰謝料なんぼくろと。はい、鈴木です。あ、ありです。まあ、北海道からわざわざ。いえ、あの、東京のウィークリーマンションです。こちらで就職を探そうと思いまして。私、そっち方面の知り合いいますけど、お力になれるかしら。あ、いえ、そんなつもりでお電話したわけじゃ。最近シャコンヌでアクセスされてないみたいなんで。ええ、アリさんは時々覗いてます。ウィークリーマンションからアクセスできるんですか。携帯用のパソコン持ってきましたから。そう、あの、マリアもアクセスしてないんですが、オフで連絡は。いえ。ようこそマリアさん、新しいメールが16通届いています。もしもし、ミリオンハウスさん、石田君いる？ちょっとお願いがあるんだけど。あら、こんにちは。こんにちは。お言葉にまめて親父が遊びに来ました。どうぞ。これ新しいソフトなんですけど、よかったら使ってください。あの、ちょっと、ヘイユヘイユ、そこ、ちょっと、お姉さん、姉さん、俺、誰もいねえのかよ。いらっしゃいませ。あ、どうも。あの、佐々木真理子さん宛ての、あの、荷物を取りに来たんですけど。佐々木真理子さん、すいませんね。お待ちくださいませ。あ、こちらでございます。なんだ、なんで先輩がこれを。あ、先輩がマリア。何言ってんだよ。マリアとどういう関係やねん。ちょっと落ち着きよ。俺何がなんだか分かんねえよ。面白いねこれ。ごめんください、僕が出るよ。はい。マダム、誰だった？これ面白いね。マリア。
鈴木さんがマリアだったんですね。どうして？俺が真実一路なんや。僕は鈴木さん、あなたから荷物を取ってくるように頼まれた。その荷物は真実一路からマリアへのプレゼントだった。本当ですか？私がマリアなわけないじゃない。頼まれただけよ。真実一路さんが待ち構えてるかもしれないからって。会わせてください。彼女は今人に会えるような状態じゃないわ。お願いします。お前そんなにマリアのこと好きだったんだ。現実の恋人がいないから。先輩にいろんな女の子を紹介してもらった。そやけど好きになれへんかった。何でも好きになれへんかった。結構可愛かったじゃんかよ。七海の友達じゃなかったらもう俺が行きたいぐらいだよ。エロ。うるさいんだよお前は。あっち行ってもガキとかお前は。一度も会ってないのに。そやからかもしれん。会ってないから。いや、パソコンの中にいる人間やから。会わんでもええから好きになったんかも。でも会ったら幻滅するかも。幻滅ですか？俺は幻滅したいんです。せやないと俺は一生。どうかい。ここはインターネットカフェ。こげなとこが世の中にあるなんていうことは母ちゃん知らんとやけん。喋ってやマリア。玉じゃねえか。ええー、伝蔵係さん。持ち時間終了ですばい。延長延長延長。申し訳なかです。他のお客さんも大勢いらっしゃいますけん。ああ、そげんこと言う。はい、大野です。ひろし君。安田さん。姉貴まだ帰ってきてません。そう。
ひょっとして今日結婚式のリハーサルだった？ええ。もしもし。まさか彼女妊娠してるわけじゃないよね？え、いや、それはないと思うけど。あの、言いにくいんですけど、姉貴が伝えといてくれって。え？あさって3月9日午後1時から札幌希望が丘教会で。上、気をつけて。はい、ぶつけといて。すいません。あご主人呼ばれた。あんた、はい、ナンバーコータと。いやいや、あのパソコンですとかって、あの持って帰って。え、あ、いいから早く運ばせ。おい、ほれ。あんた、いつもうちの言うこと聞いとるじゃなかね。そげなことは言われても今日は立場が違いますけどね。いいから、立場はどうでもいいから早く運ばっかり。よ、行かんばい。ああ、よかよかよ。俺と別れてこいつと一緒になったらよかばい。多くのビール通がアサヒ黒生を選び始めています。すっきりした味が今評判です。ビール通のもう一つの生、アサヒ黒生。いいね。素敵に年を取れたらいいな。うん、肌だってずっと元気でいたい。今肌に必要なのは